せーの、プシュ。はい、どうも、ジェノミズミアス、ベルです。カマです。はい、今回もね、早速やっていくんですけど、はい、今回の動画はですね、まあ、先日ね、僕ら11月3日にあった、緊急事態条項反対デモ、はい、っていうのがね、新宿でありまして、それに参加させていただいたんですよ。そうですね。その時にですね、なんとね、はい、ごぼうの党の党首である奥野隆さんに、まあ、インタビューをすることができたんですよ。そうなんですよ。そう。これめちゃくちゃすごいことで、まあ、奥野さんといえばね、時の人なわけじゃないですか。で、おそらく皆さんっていうのはこの奥野さんに対して、まあ、最近だったらそのメイウェザー花束事件とかもあって、その悪い印象とかがあると思うんですよね。大炎上しましたし、知らない人からしたらもうそっちのイメージでしかないですからね。そうそうそう。しかし、その都市伝説界隈とか陰謀論界隈の人って奥野さんの動画を、まあ、見れば、まあ、てか見てる人はみんな分かってるんですよ、どういう人か。ちゃんとね、身を削って言いたいことをみんなに言ってるんですよね。だからそういう人たちってやっぱ奥野さんが何を伝えたいかっていうメッセージは絶対にね、理解できてると思います。で、僕もその一人で、やはりね、今まで僕らって都市伝説、日本の闇とか陰謀論とか、まあいろいろ上げてきたわけじゃないですか、で、やっぱりその調べていくうちにね、そのあれ、これっておかしくないとか、普通に考えて、そうそう、矛盾してるし、日本政府これやってるのおかしいよねとか、今までさ、都市伝説だったものがこれ事実だったんだみたいなのもめちゃくちゃ出てきたんですよね。要は各あのね、世界的な事件だったりとか、はいはい、いろんなポイントポイント、タイミングで目覚める人っていうのがいるわけですよ。そうだね。例えば 9.11 の時とか、リーマンショックの時とか、まあ、3.11 の時とか、今回で言う567の時とか、はい、僕らもね、最近闇シリーズの動画をめちゃくちゃ上げてるわけじゃないですか。だからそういうの上げてる理由にも、やっぱりこの日本がおかしいぞってっていうのを、その気づいてほしい、気づく人が増えればいいなっていうので挙げています。で、その中の一つの問題に緊急事態条項っていうのがあるんですよね。で、今回はそれについて奥野さんに直接インタビューしたので、そちらの映像でまずね、ご覧いただきたいと思います。はい、僕ら、はい、お茶の水にいますね、はい、YouTube を活動させていただいております。で、一個だけ今回、はい、せっかくお会いできたんで、はい、質問を、はい、いいですか。どうぞ。条項ってやっぱりメリットもデメリットあるわけじゃないですか。うん、で、僕の中で天秤にかけた時に、やっぱりデメリットの方が重かったから今回このデモ参加しようと思ったのと、やっぱ奥野さんの話を聞いて、やっぱり止めなきゃいけないんだなっていうのを、今26なんですけど、若者代表としてなんかしたらいいなっていうので YouTube で発信してます。素晴らしいですね。で、奥野さんはこの、もちろん思うんですよ、メリットもデメリット、一番やっぱりその比較したときに何がダメなのかとか伝えていただける。僕ね、今毎日、はい、まあ、多分3日空けずにいろんな議員さんとお会いしてるんですよ、はいはい、で、いろんな議員さんとお話しして、全員に共通するのはね、はい、100法案が出たら法案の20は議員法案、はい、でも残り80は官僚法案なんですよ、はい、要は官僚が作った法案なんですよ、はい、だからなんかその表面的に議員さんがあんだけ集まって選挙で勝ってさ、で、あの議員さんって法律を作る場所でしょ、はい、国会って多数決して、はい、でもあんだけ選挙で勝ち上がってきた議員さんが作ってる法案は実は100あるうちの2割しかないってね、はい、これいろんな議員さんとお会いしてるけど全員に共通する一致する意見なんですよ、はい、だから多分そうなんでしょうね、はい、だから残りの8割はそもそも選挙とか関係ないんですよ。なるほど。官僚が上げてきてるの、はい、じゃあその官僚が上げてきてる法案ってどっから来てるの、誰が支持してるの、これが大事なんですよ。なるほど、うん、はい、だそれが今そうやってね、若い26歳の皆さんが、はいはい、そうやって今取り上げてやってくださってることだと思うんですよね、はい、だから、そもそもなんですよ、はい、そもそもだから緊急事態条項を今なんでそれを通そうとしてんのっていうね、はいはい、だそもそもこれを誰が命令して誰が指示してやろうとしてるのっていうことを考えなきゃダメなんですよね、はい、いいとか悪いとかっていうより もう悪いしかないと思いますよ。なるほど。この前9月30日の今ツイッターで出回ってるけど、はい、プーチンがさ、公の場でね、はい、ドイツと韓国と日本は同盟国と言いながら属国だと、はいはい、公の場でプーチンが演説して、はい、今別に検索したらすぐ見れますよ、はい、でその演説の中で
あの日本の首相はね、要は首相官邸も自分の家も盗聴されてると、はい、で それでも何も文句言えないと、でまるで奴隷のようだと、まあ、言ってましたけど、はい、これ裏取りできるんだけど、ドイツのメルケル首相が盗聴されてるっていうことで、はい、オバマが謝った事件がありましたよ、はいはいはい、うん、だからドイツと韓国と日本っていうのは同盟国って言いながら、はい、その首相官邸でね、はい、内閣総理大臣が奥さんとのセックス盗聴されてるってやばくない？やばいっすね。だそんな国に僕たちは生きてるんだよと、はい、だって韓国の大統領調べてみたら分かりますけど、死ぬか捕まるかよ。なるほど、なるほど。歴代の韓国の大統領調べたら分かりますよ、はい、死ぬか捕まるかどっちかだもん。そうなんです、ね、うん、だそれ調べてみて、はい、捕まるか、この前の大統領捕まったでしょ、そうそう、賄賂で、はいはいはい、捕まるか死ぬかどっちかよ。だそういう国に僕たちは生きてるっていうこと、うん、でそれがあと20年30年の未来じゃなくて、はい、来年、はい、今年来年再来年ぐらいで、はい、本物の奴隷に僕らされそうになった時に、はい、皆さんが立ち上がんなきゃダメなわけ。なるほど、ね、だそれを僕はちょうど70歳の大先輩とも話せる位置だし、はい、20代の皆さんも声かけてくれるじゃん、はいはいね、僕は中間にいる年齢だから、だから私がちょっと、まあ、その望まれるか望まれないかは別にして、はい、まあ、立ち上がってその、まあ、皆さんにこう伝えていくこう看板みたいなものになろうかなと思って、はい、メイウェザーの花も投げました。それはめちゃくちゃ理解してました、うん、で今回ブレイキングダウンも、うん、今日行ってないですもんね。今日そうですね、今日はこれがあったんで、そうですね、こっち優先したのが、うん、びっくりして、やっぱ、うん、それ本当本気なんだなっていうのは分かったんですけど、まあね、今日行ってたらね、いろいろなんか怖い人たちにいろいろ絡まれたかもしれない。確かに何投げてんだよ、奥のふざけんなとかね。まあでも実際違うんだよ、はい、実際ブレイキングダウン行くでしょ、はい、そしたら赤コーナーに並んでる、はい、もうグローブつけてる、はい、今から試合する選手が、はい、あの挨拶してくれるからね。マジっすか。生まれて初めて選挙行きましたとかって言って、でもやんちゃばっかりしてきてさ、はいはい、学校の勉強もしてない、はい、当然政治とか選挙なんて興味ない、はい、そんな子たちがあの初めて生まれて初めて選挙行ったって言ってくれるから、いやそれが嬉しくてやってるんですけどね、はい、緊急事態条項的に言えば、うん、僕の中で一番良くないなと思ったのは、うん、今韓国で KCIU っていうのができて、うん、日本に入ってきて、うん、まあ、岸信介が、うん、まあ国際勝共連合とかも作って、うん、そこからこう広まってったわけじゃないですか、うん、要はこの国際勝共連合が初めて、うん、CIA がその盛り込んだんですよね、うん、緊急事態条項を初めて、うん、それを通さそうと今回やってるわけであって、うん、結局は CIA がそれをやってるわけじゃないですか、うん、だから僕はその日本政府がやってる、うん、日本政府が悪だってなってるわけじゃないですか、今自民党が悪いみたいな、うん、袋叩きじゃないですか、うん、でもそのバックにはやっぱ CIA がいるから、それがやっぱ一番いけないんじゃないかっていう、うん、まあ本当はそうなんだよね、はい、本当はそうなんですよ。だからその今じゃあね、この前のコロナで保証せずに、はいはい、保証せずにお店を閉めなさいとか、はい、8時までに店を閉めなさいっていうふうにやったでしょ。やりました、ね、でこれも厳密に言えば憲法を違反してる可能性が高いんですよね、はいはい、ということは今の憲法を変えなくてももうやってるじゃん。なるほど、うん、だからそれをそのあえて、はい、あの憲法に書き込んで、憲法に書き込まれちゃったらもう逆らえないですからね。三権分立なくなります。全く逆らえないです。もうその一人の人が今から緊急事態宣言だよって言ったら国会を開く必要もないし、で内閣だけで、そうそうそう、しかも閣議決定なんで、はいはい、だから大臣だけで決めちゃう、はいはい、多数決いらないんですよ。大臣だけで決めちゃう。だから他の国っていうのはアメリカもね、はい、例えば国務省とか防衛大臣とか、はい、国の財務省とかね、はい、国の重役みたいな人に関しては、はい、上院の半数以上の賛成がないと罷免って言って辞めさせることもできないし、はい、罷免選任っていうのは大統領一人で決めれないんですよ。日本はできますよね。日本はできるんですよ。内閣総理大臣一人でできるんですよ。
はいはい、でじゃあそのアメリカとかイギリスとかね、はい、ドイツとかフランスとか世界の常識じゃないかって言うけど、はい、全然そんなことはなくて、ドイツなんかヒットラーの教訓があるからもっと厳しいからね。変わりましたよね、62年ぐらいにその抵抗権みたいなのがあってきて、うん、今はね、はい、だから 51% のマジョリティじゃなくて議員の3分の2の承認が必要です。あ、なるほど。だから結局その緊急事態条項って言っても自由にできないの。はいはい、日本だけ一人のモンスターが生まれちゃう可能性があるんですよ。日本はその国民が抵抗して、今はフランスとドイツが一応あるみたいな、憲法には盛り込んでるけど、逆にそれを反対する国民の権利もあるみたいな感じじゃないですか。日本ってやっぱないんですか、それできたら。だからもうその緊急事態だからいろんな会議をしたり多数決をしたりする時間がないでしょっていうことで、一人の人が全部決めれますよっていうものなんですよ。それ覆せないですね。うん、覆せない。だからその私がいろんな、はい、ところで発言させていただいているように、はい、除草剤のグリホサート、はいはい、ね、ラウンドアップ、もう1兆2000億円の損害賠償は民事裁判で過去最大だから、1兆2000億円モンサントが払わされたっていうね、はい、でこれが全世界で発売禁止になってんのに日本だけ、うん、食品安全委員会が安全宣言出して2017年の12月に2万パーセントから4万パーセント逆に緩和したんですね。じゃあどう考えるとおかしいでしょ。おかしいです。だからこんなおかしいことがまかり通る国で一人のモンスターを作るのが怖いって言ってるの。だったら多くの人の良心に任せた方が良くないって。確かに。だから一人のモンスター、この人がすごく優秀で、本当に国民のことを安心と安全を本当に考えてくれてる人で、この人に国民みんなが任したいっていう人だったらいいけど、日本って直接民主主義じゃないから、そうですね。うん、だから議員さんの中で決めるわけだからね。だからそこでそのグリホサート、ラウンドアップ、その脳神経に害があって奇形がんができて地下水を汚染するっていうことで全世界で発売禁止になったそのグリホサートすら防げない2万パーセント4万パーセント逆に緩和してる、そんなことも防げない国で一人のモンスターを作っていいんですか。トランス脂肪酸もそうですか。トランス脂肪酸もそうですね。マーガリンも、はい、2019年にタイがトランス脂肪酸の輸入禁止にしたらラーメンのコーナーから日本のカップラーメン全部消えたってらしいです。ということはそれでも残ってるカップラーメンって大丈夫なわけですよ、はい、で日本のカップラーメンが全部消えたっていうことは日本のカップラーメン全滅ってことでしょ。ですよね、うん、だからそういう国に僕らは住んでるんですよって。でもそれを今私が言ってんのって新聞の記事レベルで検索できることばっかりなんだけど、はい、これを言っただけで陰謀論って言われるわけでしょ。確かに。だからおかしい国ですよ。おかしい国ですよ。僕らもやっぱ思想強めだねとか、そうちょっと頭おかしいねとかすげえ言われるんですよ。それ思想強めだねって言われる若い子ね、はいはい、うん、だからその先ほどアルタ前で言ってたの、うん、羊になるなよみたいな、うん、要はトップの階級の人たちって僕ら、うん、なんとかシープスって呼ばれてるじゃないですか、うんうん、だから僕ら羊なんですよ、うん、でも羊の中でも僕はなんか黒い羊になってやろうかなみたいな。えらいね。みんながそうやってね。だからなんだろうな、はい、こうさっきも僕ねその言わせていただきましたけど、はい、なんかね突出するっていう練習をした方がいいですよ。若い人は埋もれてる人って結局そのまま人生終わっちゃうんで。そうっすよね、うん、だから香川照之さんが叩かれたら逆に香川照之さんのこの映画のこのシーンが大好きでしたっていう子がかっこいいんだから。確かに、うん、みんなと同じことをしてんのがカッコ悪いんだから。確かに、うん、お前個性ねえなと、お前何にもねえなと、はい、名前も顔もなんだかわかんねえよと、はい、ね、なんかそういうのを当たり前にしてってあげたい。だからテレビとワイドショーがね国民を洗脳するんだから、はい、逆にさだネットとかツイッターは反対意見をボーンって出すのがかっこいいのに、はい、テレビとワイドショーに載せられて全員で香川照之さんを叩いてんのがかっこ悪い。逆に数字も取れますし、
うん、だからテレビがどんだけ思惑があって、はい、ね、4年前の事件でどんだけテレビとワイドショーが叩いたとしてもネットは全く反対の意見で戦ったと、はい、それがかっこいいのにね、そういう日本にしたいね、みんなで同じことしてるってどんだけダサいか、うん、確かに同じことやってもね、結局宮迫さんのやつもそうだし、そう、そうっすよね。でもやっぱ今日もデモ見ててやっぱ若い人があんまいないんですよ、うん、で歩いててもみんなやっぱ冷ややかな目線で見る僕本当にデモっていうのは民主主義国家においてやっぱり悪いことじゃないっていうのを、まあね、昔は当たり前だったじゃないですか、安保闘争だったりとか、全部あのもともと右派が、うん、ね、潰してたわけじゃないですか、うん、ヤクザとかさ、いろいろ使って、うんうん、で結局今このデモやったらみんなあいつ何やってんだみたいな、そういう風潮変えたいってね、いろんなことね、いろんなことチャレンジした方がいいですよ、はい、あのね、真面目すぎてもダメなのよ、はいはい、俺ね、あのメイウェザーに花束投げたじゃん、投げました、ね、バーン叩かれたじゃん、はい、ね、でもさ、結果的にさ、はい、ヤフーの、ヤフーニュースの乗りました、ね、トップ10のうち4つ俺よ、すごいっすよ、でそれあのヤフートップ取って、でツイッターのトレンド1位になったのね、はいはい、そしたらある番組で、はい、あの 生放送だったのね、はい、ある番組で自分ね、なんかお菓子モナカかなんか食べてたのよ、はいはいはい、でモナカがポロポロ落ちて、はい、でそのポロポロ落ちたカスが気になって、はい、それをこうやって整理してたの、はい、それだけで奥野さんっていい人じゃんってコメントいやだからそういうもんなんだよ ね、 すごいっすね、そういうもんなの見られてんすね、そういうところ、いやだからそのヒールになった方が早いっていうのはもう歴史的に間違いなくて、はいはい、ヒールになった方があの知名度上げれるんだよね、そしたらそもそもヒールだから、はい、ちょっといいことしただけで、うん、あれ奥野さんってさ性格良くないとかね、あそんなコメントに なってるわけ、そんなもんだっていうこと、だから自分の信念を曲げないで生きるっていうこと、人の目線なんか関係ない、はい、そうっすね、自分は何をやりたいのか、男の子だったら特に、そうっすね、女の子は好きな人ができたらその人の夢を応援すればいいじゃん、はい、でも男の子は俺はこれがやりたいんだというものがなかったら、はい、お前男じゃないぞと、人の目線なんか気にするな、誰かに合わせた時点でそれお前じゃないよ、うんうん、でも嬉しい、なんかこういう若い人が、若い人がこういうふうに真面目に取り組んでくれてるのがすごく嬉しいし、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。てかさ、そもそも奥野さんのこと知ってた？僕はそれこそあのやっぱりメイウェザーのやつで知ったんですよ、うんうん、はいはい、なので僕今回初めてちゃんとお会いして、うん、まあ実物でお話ししてるところを見れるっていう貴重な機会を、そうだね、そうだね、で、うん、お話しした中にもあったんですけど、そのヒールになればあとはイメージがいい方に行く、確かに、ね、というふうにおっしゃってて、でそれでそのメイウェザーに対しての花束っていうのが、まあ、ガッテンが言って、うん、で、あ、そういうこと考えてやってる人なんだなっていう、はいはいはい、まあ、戦略として、うん、言ったら言葉合ってるか分かんないですけど、確かにでもすごいそのみんなに響かせるためにどうしたらいいんだろうっていうのを奥野さんなりに表現してやってるっていうのをすごく感じて、うんうんうん、で言っちゃ悪いけど僕らみたいな底辺 YouTuber に対してもあそこまで親身に話してくれて、確かに確かに、なんか人間性でも最初のイメージがやっぱり悪かったっていうのもあるんですけど、あ、めちゃくちゃ入りがそれだったらね、確かにいい方だなって思って、うん、でそれをやっぱり僕らのチャンネルを通してでも伝えていいよっていう風に本人も言ってくださったので、うん、やっぱり NG がなくて強い方だなって思いましたね、戦い続ける方なのかなというふうに、なるほどね、日本のことを思ってね、はい、立ち上がってる一人だよね、うん、っていうのは、そうです、伝わるよね、はい、すごく伝わりました、普通に喋っててめちゃくちゃ優しいし、うんうん、多分ね生で会えば分かりますよね、そう本当に、そうですね、でも一つ問題なのは、はい、都市伝説系 YouTuber として知らなかったの結構やばくないいや、まあまあまあ、一般人な感覚だとやっぱそのメイウェザーの事件っていうのが大きすぎて、それで知った人はこういう感じなんですよね、こういう感じです、一般人です、で僕の場合はですね、もともと大久野さんは、うん、まあもちろんね知らなかったんですけど、うんうん、あの7月ぐらいかな、緊急事態条項の動画を僕らの動画で出してたんですよ、はい、でコメント欄でごぼうの塔について掘り下げてください、うんうん、ごぼうの塔の当主あれ誰なんですかみたいなコメントが結構来てたんですよ、うんうん、で俺もごぼうの塔って何みたいな、そうですよ、名前がねって思ってたんですよ、はい、三省堂のことは知ってたんですけど、うんうん、ごぼうの塔って何みたいなって思ってて、まあ調べてたんですよね、そしたらまあいろんなね方とコラボしてていろんな動画も上がってましたと、うん、でもちろん政見放送だったりとかも全部ね見させていただきました、うん、でまあそうやって調べていくうちに、はい、まあ立場がある人が身を削ってこの日本の闇だったりとか真実を伝えてるのに
めちゃくちゃ感動しちゃったんだよね。そうですね。だからそっから応援したいなっていうふうに思いました、うん、で一番ね僕がそのキーとして、はい、あのこれすごいなと思ったのがアベプラの方にね出演されてて、でまあイグジットさんとか、はいはい、まあ、いろんな人がいて、うん、まあ、討論とかしてたわけですよ。でアナウンサー あの質問とかも無視して自分が言いたいことをもう言ったんですよ、奥、うんうん、野さんが。でその時何言ったのかっていうと日米合同委員会の話を出してたんだよね。俺だからこのある程度地位がある人がこの話をメディアでね、はい、できる人っていないと思うんだよね、うんうん、そこでめちゃくちゃ信用ができたっていうのはありますよね。はい。でまだ奥野さんについて知らないよって方はちょっと見てほしい動画があって、以前日航機123便の時に紹介した渡辺健太郎さんっていう方 の、うん、あのコラボしてる動画か、はい、明日の話題さんとコラボしてる動画か、うん、もしくは翼の塔の黒川さんと、まあ、コラボしてる動画、はい、この3つどれかね皆さん見ていただきたいです。めちゃくちゃね分かりやすいかと思います、何をね伝えたいのかとか、あとは日本に置かれてる状況だったりとか、うん、これから先に来る日本の状況っていうのがすごい分かる、はい、はい、であの概要欄の方にねリンク貼ってあるのでぜひ皆さん見てみてください。はい。でまあ話をね少し戻して、まあ、インタビューについて、うんうん、はい、単純にね僕が思ったことは、うん、まあ、知らないこともいっぱいありました、うんうん、まあ、議員法案が2割とか閣僚法案が8割って言ってたんですよね、うん、それって事実じゃん。だってちゃんと政治家の方にお会いして聞いてる話じゃん、うん、ね、でみんな口を揃えてそれ言ってるわけだから、はい、ほぼ内閣閣僚で決まってんだよ、うん、でその裏には誰がいるのって話で、まあ、僕ら過去にもいっぱい言ってきたじゃないですか、はい、そうですね、まあ、CIA アメリカがいるということですよね、うん、でさらにですよ、ドイツ韓国日本っていうのは表上友好国なんだけど実は監視対象国じゃないですか、属国なわけですよ。でその中にもちろんね日本も入ってるし、ドイツにもさドミニオンの話したの覚えてる、はい、不正選挙のやつ、ね、そうとかも、まあ、韓国もあの米軍がいるし、うん、っていうわけでいろいろつながってる部分があるんですよね日本とも。でこれねあのスノーでも言ってたんですけど CIA で働いてた時に、まあ、日本のコンピューターのセキュリティにバグを仕掛けてると、うんうん、でそのスイッチを持ってるのは、まあ、アメリカだと、だからいつでも止めれますよって話なんですよね。だし日本の内閣府の情報って去年かな Amazon のウェブサービス、うんうん、ウェブサーバー Amazon のサーバーに、まあ、乗っけてるって言ってたじゃないですか。言ってましたね、はい、だからこれもそうだね、今考えたら全部が全部周りからガチガチに固められてる国なんだなっていうのは分かるよね。でまあスパイ防止法もないし、今ねその世界情勢的にもうすごいじゃないですか。でアメリカとさ軍事演習をいっぱいしてるわけじゃないですか、はい、でめちゃくちゃ武器買わされてるんですよ。そうで今国防費をもう上げざるを得ないみたいな形になってるんですけど、いや僕らが働いたお金とかも年金とかも全部吸い取られてるんですよアメリカに。 で、ね、でこのような事実をさ知ってるのは果たして何人いるのかってことじゃないですか。でその事実を言ってもあの陰謀論でしょっていうので片付けられちゃう世の中じゃん、うんうん、そうね、そう理解してもらえないですから一線引かれて。でこれもまあ CIA の作戦通りですよ、簡単に言っちゃえば。そう工作員がいるわけだから、はいはい、そういう風に工作をされてるんですよ、うん、でも成功されてますよね。だから奥野さんがねあのインタビュー中でも言ってたその花束事件には、うんうん、これぐらいの伝えたいメッセージがあるんだよということですよね。だからそれを見てる人もその表のこと表の事象じゃなくて、はい、その裏で何を伝えたいかっていうのを、うん、まあ、理解してくれる人がさ、まあ、増えればいいかなと思いますよね。考えることが大事ですから、ね、そうそう。でまあこんなこと言ったら僕らもなんか叩かれそうですよね炎上しそうだよね確かにね。まあでも別にそれでも全然構いませんし、もう全然気にしない、少数派でいいです、ね、そうです。なんなら最近動画でも言うところまで言っちゃってますからねだから本当いつ消されてもおかしくない状況にはいると思うんですよ、うん、だからねもし分かんないですけど俺らが消されたらもうぜひ皆さんあの知らせてください周りに、ね、拡散してほしいです、ね、そうそう情報を。はい、ということで今回のね動画はここまでとなります。結構ね長くなってしまいましたが、はい、本当に中身がね詰まった動画だと思います、うん、確かね緊急事態条項のデモに参加した様子と、あと実際に体験して思ったこととか、うんうん、あと僕らあの以前上げたじゃないですか緊急事態条項の動画、はい、うん、であの時はあの中立的な立場だったんだよね、うんうんうん、あくまでもメリットデメリットをこう伝えて、そうですね、はい、どっちがいいんだろうみたいな感じだったんですけど、うん、もう今ではねあの今回参加してみて完全にねもう反対派になってますね、うん、はい、でその理由もねちゃんとみんなに分かりやすくちゃんと紹介したいので、再度ねその動画をね
あげたいと思います、はい、だからね、ぜひそちらもね、お楽しみにお待ちください、はい、はい、ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。